NPO ハロハロのハルハルです。 NPO ハロハロですね、一人一人が自分らしい生き方っていうのがもっとできないのかなと思って世界を、まあ、視野に入れて活動に取り組んでます。よろしくお願いします。フィリピンはすごく人があったかい国ですね。まあ、気候もあったかいんですけど、まあ、一年中普通にいれば半袖で全然大丈夫な国で、半袖一枚とジーンズさえ持っていけばあとはまあサンダルでずっと過ごせます。で、人もすごくあったかいし気候もいいので果物とかもたくさんあって、食べ物もすごく日本人に馴染むような、どちらかというと沖縄の食べ物とすごく似ていて、こうチャンプルーというか炒め物系が結構多いのと、あとはまあディープフライですね、揚げちゃったものもまあ多いですね。で、食べ物の味も日本人に馴染むし、お醤油とかも使ってますし、あとはお砂糖とかスペインとか中国の文化も入ってますけど、そんな日本人にはすごく馴染みやすい国、一昔前の日本ってよく言われますけど、そんな感じの国だと思います。